クラスコビアフヨードロブナ・サルトゥイコバは、モスクワ・ロシアのツァーリー・イヴァン・オセイの日、アンナ・女帝の母親、1698年から1712年まで、ロシア宮廷の女主人役であった。貴族のヒョードル・ペトロビチ・サルトゥイコフとその妻アンナ、ミハイロブナ・タチイシチェバの娘として生まれ、1684年に、 伝統の花嫁コンテストでイヴァン五世の後費に選ばれた。プラスコビアは花嫁コンテストで選ばれた最後のロシア君主の日である。プラスコビアは夫との間に5人の娘を設けたが、うち2人は溶接した。イヴァン五世が死ぬと、プラスコビアは貴族バシーリー・ユーシコフと長く愛人関係を持つことになった。規定のピョートル一世はユーシコフを自分の妹、 ナターリアの家臣として偶した。ピョートルが愛人のマルファスカブロンスカヤに生ませた、非政治アンナとエリザベータは、プラスコビアの宮廷で教育された。プラスコビアは、未亡人として長く、サンクトペテルブルクとモスクワの宮廷で暮らした。プラスコビアは、議定のピョートル一世から非常に尊敬されており、またピョートルには1698年から1712年まで、 正式な妻がいなかったため、外国施設を迎える宮廷として、プラスコビアの宮廷が開かれていた。こうしたことから、プラスコビアは未亡人でありながら長く宮廷の女主人の地位にあり続けた。プラスコビアは、古いロシアの文化の中で育ったにもかかわらず、改革の必要性を理解し、西欧の流儀に習って宮廷を主催し、娘たちを西欧式に育てた。 こうした塗料の大きさも、ピョートルから尊敬を勝ち得た理由であった。ありがとうございます。